はい、2024年1月18日川崎記念競輪初日特選12レースの予想をしたいと思います。新年初めての予想ということで今年もよろしくお願いいたします。もうすでに大宮と和歌山記念2つの開催が行われてまして、年明け3開催目ということになります。で、グランプリは松浦雄二選手が優勝して、グランプリ優勝以来初のレースということです。で、並びですが、神奈川3社で、まあ、深谷もいるんですけど別戦で神奈川3社で、並ぶということで期待に軍事に松谷となってます。で、中国コンビは清水博と松浦の並び、まあ、これはグランプリと同じ並びです。で、難関の深谷は、佐藤慎太郎がつけて、まあ、いわゆる難関と東北の並びです。で、あと諸橋と稲川は短期、それぞれ短期という細切れになってます。で、まあ、やっぱり注目はグランプリ勝った松浦選手ですね。はい、もうどんなレースをするかですが、確か大宮記念を欠場して、まあ、ここに出てきたっていう感じですかね。まあ、グランプリも直前に落車して打撲してっていうアクシデントはあったんですけど全然問題なく勝って、まあ、でもまあ多少はその影響もあったんでしょうね。それで休んで、ここで川崎から始動ということです。で、その前走る清水博人選手は大宮記念で優勝してまして、確か、まあ、埼玉勢が5社連携でしたかね、5社ぐらい連携して、誰だっけな、宿口選手の番手まくりをさらにまくって、その後ろの平原選手を寄せつけず優勝みたいな、そんなレースでした。はい、なので、まあ、ここも中国勢人気になるかもしれないですね。まあ、ただここの地元の、期待郡司松谷ラインがいるので、まあ、期待がガンガンいて郡司が抜け出すっていうのが、まあ、ある意味一つの、人気サイドの目なんですけど、まあ、どれを取るかですね。期待の、期待の逃げか、あるいは清水松浦コンビか、とは言っても深谷もいますんで、深谷もドカーンと言ってドカーンと言ってっていうか、まあ、最後まで足ためて最後を突き抜けるっていうのはあり得る展開ですが、まあ、どれを取るかですね。はい、で、一応周回としてはですね、まあ、松浦が内枠から前取って、まあ、こんな感じに並べてみましたっていうのも、まあ、例えば機体が前にいてね、誰かが抑えて突っ張って突っ張って逃げられたら、それでもいいのかもしれないですけども、まあ、この時にね、前にいて機体が早めに逃げるとしたら、前に行ったらね、4番手楽に取れそうですし、まあ、そういう位置なのかなと思いますね、この前受けっていうのは。はい、はい、で、まあ、この並びで、赤番から、まあ、さっき言ったように機体がガンガン行くんでしょうね。はい、前に出てどうなんでしょうね。松浦が前なら番手に行くとかあるかもしれませんが、まあ3番手に、あ、4番手かに収まって、まあ、深谷がどういう動きをするかですけど、まあ言っても別戦とはいえ難関ですしね、この後ろピタッとくっついていくっていうのは一つのありな考え方ですよね。ただまあ清水もここ欲しいでしょうし、どうなのか、深谷も横をやるとはいえね、そんなに強いわけではないでしょうし、うん、どっちかって言ったら前が緩んだら多少でドカーンと行ってしまうようなね、
そんな選手でもあるのかなと思うんですが、まあ、4番手は清水、深谷、何番手だ、6番手として、まあ、短期勢はどっか切れ目にいるかもしれませんけど、まあ、ちょっと今回は考えから外すと、はい、こんな感じで脱勝を迎えて期待がもうそのまま先行していく展開です。はい、で期待が逃げまくって、まあ軍事に展開が向くという感じですかね。ただまあ大宮記念見てても清水のまくりもいい感じでしたし、あの、まあ、深谷もそうですけど期待の逃げだったら、まあ、あの清水深谷のまくりが届くような気もしますし、まあ、そこを軍事がどっから前に縦に踏んでいくかなんでしょうね。まあ、どうなのか分かんないですけど、軍事も前をかばって縦に踏まないのか、もうすかさずもう縦に踏んでいくのかっていうのはね、どうか分かんないんですけど、まあ、準決勝ならともかく特選ですし、まあ、縦に踏んでいっても全然悪くないレースではあるので、はい、軍事も、まあ、気配を感じたら縦に踏むんじゃないですかね。どうか分かんないですけども、はい、な感じでバックからまあ深谷なり清水がまくっていって、で軍事も番手から出ます。期待はこの辺で終わるですね。だからもうこう考えるともう有力選手の上位争いって感じになると思いますが、軍事にしても去年はグランプリ乗れなかったので、まあ、今年は何としてもという思いもあるんでしょうし、そうですね、もう早めでも縦に踏んで地元独占勝ちたい感じですかね。まあもちろん清水松浦も、特に松浦グランプリ明け初戦なんで気合入ってるかもしれませんね。そのグランプリもちょっとどうなんですかね、切り替えが早かったような気もしないでもないですけど、松浦選手がね、インカラだったかな、うん、でもまあグランプリだから、あの時は深谷の後ろにパッと切り替えて、いやあれが素晴らしい判断で、それでまあ優勝できたんでしょうけど、うん、まあどうなんですかね、清水松浦との間でね、話がついてたでしょうかね、僕もよくわかんないですけど、まあ、あの切り替えの速さはもう、うん、この2人ならではなんですかね。だから清水松浦は2人並んでいるようで、もう短期、実質短期なのかもしれないですね。それぞれがもうお互い割り切ってそれぞれ好きにやろうみたいな、うん、まあグランプリを見た限りではそんな印象を受けましたけども、まあ、あのこの切り替えは、うん、まあグランプリなんで何でもありって何でもありってやっぱり勝ってこそですからね、グランプリって、うん、ただちょっと切り替えは早かったかなっていうのは思いましたけど、うん、はい、まあちょっと脇にそれましたが、このレースでは、まあ、清水がまくっててどうなんですかね、松浦その上を突き抜けられるのか、さらに深谷が突っ込んでくるのかっていうのはもう各人の調子次第ですかね。うん、どうかな、迷いますね。今年はちょっと佐藤慎太郎どうですかね、こうまくりの深谷を指すっていうのもね難しいでしょうし、ちょっとここは県外としてやっぱり軍事と清水松浦どっちかですね。松浦にしますかね、やっぱりグランプリ勝ったのに敬意を表してここに向けて仕上げてきたと、一発目、はい、軍地松浦折り返しから深谷清水の3着
とします。はいはい、結論、二社単郡司松浦の折り返しで、三連単郡司松浦1、2着から3着に清水深谷とします。はい、川崎記念競輪初日特選12レースの予想でした。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは。